まあ、飯はおごってもらったし、そうだな、お礼くらいはしなきゃだよな。ほら、私の膝を使えよ。いいから、遠慮すんなって。ちっとばかしがさつな私だけどさ、膝の感触ぐらいは悪くはないだろ？ないよな。まあいいさ。このまま耳かきしてやるから、じっとしててくれ。人の耳なんて書いたことはねえけど、なんとかなんだろう。よし。ちょっと手になじませるために耳の縁をなぞっていくぞ。あ、私の腕もなかなか悪くはないんじゃないか？自分の耳を描くのとはやっぱり違えけど、思っていたよりはやりやすいもんだわ。よし。そんじゃ、そろそろ中を掃除していくとすっか。痛くはねえか？じゃ、続けんぞ。最初から結構でけえのが出てきたな。あんまり掃除してねえの？ま、あんたいつも忙しそうだもんな。私に言われたくはないと思うけど、無理すんなよ。まあ今は私に任せて、あんたはゆっくりしててくれ。
すげえ出てくるな、あんたの耳垢。ま、綿棒は結構使っちまったけど、おかげで大体は取れたか。でも、まだ中に硬そうなのがこびりついてるみてえだな。少し強めにやってみるか。大丈夫か？痛くねえ。大丈夫そうだな。そんじゃ、やってくか。結構神経使うっつうか、疲れるもんだな。自分の耳じゃないから特にな。まあ、自分の耳だったら適当にやっても、そうそう怪我なんてしねえけどよ。しかしあんた、耳かきが随分と好きみてえだな。耳垢はもう全部取れたけど、もうちょっとだけゾリゾリすっか。私も結構楽しくなってきたしな。続けっか。
し、こんくらいでいいだろう。